運命の出会い、そんなもの少女漫画や恋愛小説だけの話だと思っていた。東京在住のカナがこんにちは。出張先の福岡で出会ったのは、あ、渡辺君、彼は医療コンサルタントだ。初めての福岡で偶然のドライブデート。実は小説を書いてるんです。でももう諦めた方がいいのかなって。本当に好きやったらやめたらいかんやろ。たった一夜がカナの運命を変える。たった一晩ドライブして花火してそれで好き楽ね。すみません。大事なのは離れとっても君を思っとうよっていう気持ち。今でもずっと忘れられない。福岡恋愛白書、消えない恋の花火。あともう少しだけ好きでいてもいいですか。